花見桜幸喜です。うなぎさやかです。テロップにも、あったように応援してくださった、ファンの皆様に、包み隠さずお伝えしようということで、この動画を、緊急で、回らせて、いただいているんですけども、花見桜幸喜と、うなぎさやかは結構いい曲ができました。イエーイ焼くなやばいということでですね、はい、今回はですね、ギャン温度という、はい、曲をですね、作らせていただいて、作詞はうなぎさやかさんの方でですね、結構というかめちゃくちゃいい曲ができた。そうですね、はい、めちゃくちゃいい曲がができて、でもあれですか、あのファンの方にはそろそろ結婚した方がいいんじゃないみたいな感じですか、それとも結婚しないでみたいな。どっちも言われないですか。どっちも言われないどっちでもいい、どっちも言われない、どうしよう。ちょっとそういう気持ちになってマジでなって、本当にいつかは誰かのものになるからいつかはねえ、という、すごいですか。多分結婚してくださいみたいな、多分空気的に結婚しない方がいい空気は感じてます、なんとなく、なんとなく自分の遺伝子はもうここで終わらせた方がいいんだなっていう空気は空気は感じてます。そんな日なんだ、じゃあここで終わらせますんで皆様ご安心ください。はい、ということでですね、どういう熱意で、この音源が生まれて、そしてこういう PV とかをいろんな方々が協力してくださって作り上げるという、そんな、笑いあり涙ありの、裏舞台をぜひですね皆さん見ていただけたらと思いますので、はいはい、じゃあここからは、はい、まだあまり関係値が、あの、そうなんですよまだあの、そうなんですよ、ときメモだとハートまだ1個ぐらいなんですよ。1個もないかもしれない1個もないなんですけどもね、はい、はい、ぜひともですね、ビジネスライクのお付き合いをさせていただいております。あ、完全割り切りで、はいいやでもなんか本当にあのこうはなると思ってなかったものが、なんか最初は本当に私の軽いギャン温度作りたいみたいな、温度や作ってみたいみたいな軽い気持ちで始まったのに、本当にちゃんとプロレスだし、ちゃんと温度だし、このなんか本当にうまく融合したものができると思ってなかったんで、本当にみんなに聞いてほしいなって思ってます。なんか僕はだからなんかこう、まあ、音楽を作る側としては、あの中途半端なものはやっぱり人様のものだったとして、自分のものだったとしても出せないんで、今後こうまたうなぎさんがリリースする中の一番を取りに来たんですよ。おそうっていうぐらいの気持ちで僕らは制作をしているので、僕もそのうなぎさんから話を聞いて、その思いを汲み取って、今回こう参加させていただこうっていう気持ちになったので、なので、そんな、裏舞台ですか、はい、はい、ぜひご覧ください。